実は今日ですね、執筆者本人うるさいこのスタジオに来てくれていますというかもういます。そこで執筆者にブログに記された未知の謎についてくっきり解説していただこうと思います。ということでご紹介しましょう。未解明の謎ブログこと、もうちょっとおしゃべり執筆者の朝倉ももさんです。よっ、朝倉もも先生、もも先生おいでます。はい、あ、ちょっと元気よくご挨拶、元気よくご挨拶。朝倉ももです。沈みイエイいいよ。はい、改めて言わせていただきますけど、もちょのブログは意味がわかりません。ひどいよね、ひどいよね。これ誰が書いたのこの財宝ってひどくない？みんなが思ってること、ひどいよね。ではね、ということで朝倉さん、ご自身のブログについてくっきりと解説をお願いします。くっきりザブログスタート。え、あ、私？はい、読んでください。ご本人によってね。これなんで私が読むの？パネルもありますので、朝倉ももオフィシャルブログ、もちょっとおしゃべり、2014年6月29日更新分より約2年前です。2年前引っ張り出す？そんなことある？それだけ謎だったんでしょうね、はい、じゃん、シース画像だね。画像とタイトルですね、はい、もうすぐ6月終わりだよ。梅雨ももう終わりかな。涼しいし梅雨好きなんだけど、雷すごいよね。さっき私のとこに落ちてきてびっくり、ギャーでもおかげでポチポチ治った、よかった。早く病んで、そんな感じ、はい、それはそうと、この間誕生日に連れてってもらったお寿司だよ。うん、ベリーヤミー、本当にね、感動した、幸せ。魚の海に溺れたい。あれ、じゃあ魚になればいいのかな。よし、なろうっと。あ、でもネズミになろうっとこれは私はウニが一番好きなんだ。だからこの間の昆布いっぱい食べてるよウニ食べられるのは大人なんだって。でも全部好きかも。みんなは何が好きそれはそうと、 LINE って知ってますか？中高の時の友達といっぱい話したんだ。めっちゃ笑っちゃった。ここ入らないの？ここわーいゴミの投げ一個したよそんな感じよし、かわいい動物でも見て癒されようっと。ドロン、終わりだよもちょ。ありがとうございます。なんで読まなきゃいけないの？素晴らしい。なんで涙が出ちゃう、涙が出ちゃう。朝倉さん、今のお気持ちは？あ、やだこの子、やだこの子ねえ、どんな気持ちなの？自分のブログ読むってわかんない何なのこれ。映像ですよ、映像も全国に配信されてますからね、この顔いやもうじゃあね、どんどんね解説していっていただきたいと思いますけれども、いやなんかね、いや、うん、あのあれなんですよ、覚えてない。だって2年前ですし、2年前だし、なんか覚えてることもあるし覚えてないこともあったりとか。じゃあ気になるところ言っていい？あ、うん、最初の方から行こうか。順番に解いていこう、うん、1個ずつね、1個。あ、シースは寿司だよ。あ、分かってる。それはダメよ、それはダメ。ギリギリみんな大丈夫。ギロッポみたいなことでしょそこまでかな、はい、私が気になるのは、でもそのおかげでポチポチ治った、よかった。これは覚えてます。え、雷が落ちて、そうなの、落ちてきたの自分のところに。あ、私には当たってないよ。家の近くでしょ。あ、そう家の近くにガーンって落ちて、そうなの、スマホ。あ、そうなの、壊れてたの、うん、壊れてて全然つかなかったのに、なんか私のところに落ちてきたの、それで治ったの。あー、なるほどね、そう、だからすごいよね、やっぱ電気が走ったんだと思う。それで、だとしたらもうちょっと危ないよね本当だよ、よかった、怪我なくてねそう早く病んでっていうのは、まあ、雨が早く、あ、そうなの、ね、そうなの、そんな感じ、そう、ね、終わり、はい、まだ次ですね。これだけなわけないでしょ。え、何？これよ。え、魚になればいいのかな。よし、なろうと。あ、でもネズミになろうと。なんでネズミ？これ、え、知らないの？知らないよ。え、いや、私、あの、この後に、なんか確かね、明日か明後日ぐらいにディズニーランドに行く予定を、あの、夢の国に行く予定があったの。あの、そんな魚になろうと思ったけど、うん、いやね、ネズミに なった方がいいかなと思って適してるなと。そう、明日に、明日にね、そう、明日にね、明日に備えて魚になってる場合じゃないっていう、うん、私の気合の現れ。なるほど、なるほど、夢の国やね。結構覚えてるかも。そう、そんな感じ。はい、次ですね、
まだあるの？フリップ1枚につき1個くらいじゃん。まだあるの？あ、これあのこの間の昆布って何？私はウニが一番好きなんだ。だからこの間の昆布いっぱい食べてるよ。ウニと昆布が合わさった何かおつまみ的なものがあったとかし、それではないのかな。あ、でもこの昆布、昆布の昆布かウニの味したんじゃない？確か。あ、確かウニの味の昆布があったんだ。なんかウニ、なんだろうね、よくわかんない。適当に言っちゃったけど適当かい。もちろん基本的に、まあ、まあ、深く考える方がいいからね。忘れちゃったのかな。その間の今晩謎ということで背景見つけたらまあね、なんか言う、うん、じゃあ次、ゴミの投げ屋1個は誰としたんですか？友達と。中学中高の時の、そうそう、友達と話しててゴミの投げ屋1個したの。え、ゴミっていうのはどういうゴミ？え、ゴミ、え、ゴミ本当になんか鼻かんだティッシュとかそういうこと？あ、違う違う、あのほら、あのほら、あれだよ、あのほら、あの文字で、文字文字でゴミをポイポイって投げ合いっこして友達と、あ、そう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 、絵文字みたいなのでなんかポイって投げて、絵文字、ゴミの絵文字があって、あ、そう、なんか自分、私のなんか自分の顔でなんかえいって投げてる感じでゴミを投げた。ねえねえ、もう終わろうよ、ねえ、もう終わろう。